どうも、エスオティミナスです。はい。本日は、もうご要望がとんでもなく、ね、なんかドヤさんといつも、うん、撮ろう撮ろうって言って、もうなんか何ヶ月も撮ってない。なんか暗くなっちゃったからまた今度にしようとか。そうそう。シャフト変えるからまた今度にしようとか。なんかそれで。それが続いてもう早半年ぐらいが経ったのかな。マジで半年ぐらい経ったんですけど、はい、ドヤさんのクラブセッティング、はい、そろそろ撮らなあかんということで撮っていきたいと思います。はい、お願いします。まあね、ちょいちょいご存知の人も多いと思いますけど、まあ、まあね、まあ、じゃあ、はい、せっかくなんでドライバーからいきますか。ドライバーは、はい、まあピンの G400MAX、ね、G400MAX ですよ、ロフト9度、うん、9度で、シャフトがアッタスのキング、アッタスキング、これね、フィッティング会見ていただきましたか。 6SX ですね、 SX、うん、で、45.25 45.25 インチ、うん、ですね。これはもうヘッドはもうこれじゃないとって感じですか。ヘッドはもうね、変える理由がないね。もうだってこの2世代後まで出てるわけですから。そうそうそう、425とかね、全然もうこれで十分ですね。でスプーンも G400 クリックも G400、まあ、クリックも G400 でスプーンのシャフトは、うん、アッタスキングの、まあ、これも一緒ですね、 6SX、 スプーンもキング 6SX、 そうでクリックが、うん、7X、 うん、だからクリークとかだと、うん、やっぱりだんだんロフトが寝てくると捕まりやすくなるんで、はいはいはい、まあその調整してる、そう調整してるような感じです、ね、シャフトをやや、はい、ややハードにして、そうハードにしてっていうか、ドライバーのシャフトはあとはこれも 5X があるんですけども、うん、キング 5X、ね、そうこれは今ちょっとお試し中ですね、はいはい、でスピードはこっちの方が出るんですけど、うんうん、まあ安定性で言ったらこっちなんで、うん、まあ、今は 6SX 使わせていただいてるかなっていう感じですね、はいはいはい、なるほど。でそっからユーティリティっていうか、まあこれアイアンなんですけど、これが790ですね、790の初代 T790 初代の4番アイアンですね。これねテーラーメイドっていうガッツ入ってるやつだ、うん、そうそうそう。へでそれでシャフトが、マミヤさんのリコイル、リコイルの 95F3、 これ僕が今刺してるやつですね。そうそうそう、だから結局まあこれスチールでもいいんですけど、うん、やっぱりちょっとそのユーティリティ感も出したいし、うん、アイアンの感じも出したいっていう、はい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 、なんか走るような感じ。まあね、その普通に5番ウッドとその普通の4番アイアン入れちゃうとちょっと開きも出ちゃう感じ、ね、うん、そうなんですよ。ちなみにそうだ、ドライバー何ヤードで見てますか。ドライバーは、まあ、平均で280前後かなっていう感じですね。でスプーン、クリークが、スプーンが260でクリーク240で見てますね。で冬場なんで、まあ、ちょっと落ちるかなっていう感じなんですけど、うんうんうん、まあ、夏ももうちょい逆に飛ぶかなって感じですね。そうね、そうね、なるほど。でこの4鉄がまあ210から230の幅を調整するような感じ。ああ、打ち分けれるんですね。打ち分け、その今これ4番アイアンなんだけど、4番アイアンの長さとこの5番アイアンの長さにかなり差があるのね。あ、本当だ。で6番アイアンとかだとあんま差がなくなるのよ。5番と差がなくなる。アイアンはアイアンなんだけど4番だけ長いってことですか。そうで、やっぱり長ければ飛ぶから、はいはいはい、うん、でそこであの短く持てばいいことなんで。あ、なるほど。でそこで打ち分けてるっていう感じです。なるほど、はい、でアイアンが、アイアン聞きましょうか。そうですね、じゃあ7番で見せてもらっていいですか。7番、ヨネックスのヨネックス高自動 E ゾーン、 CB301、 CB301、うん、これはね名機なんですよね。そうで、まあ僕は今年から入れさせてもらって使ってるんですけど、うん、はい、やっぱり、まあ、シダとかシダで買ったんですけど、はい、もうワンチャンいいだろうなっていう評判が、はいはいはい、まあ、評判すごくいいですからね。すごく良かったんで、これはヨネックスのクラブの中でも未だに売れ続けてるというか、うん、結構ね、だから結構そのソールの厚みとかもちょうどいい、良くて、薄すぎず、上もぼってりしてない感じなんで、うん、やっぱりこう中空とかになってくると、うん、なんか僕の場合ボールがフライヤーしてるような感じで飛びすぎちゃうんで、はい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 、まあ、できるだけ中空じゃない。なるほど。でロフトが、ね、7番で32度かな。32度だっけ。4じゃなかった。4か、うん、34だ多分。普通34度なんで、一般的な、そうだからその辺のアイアンピッチングで46度ぐらいかな、うんうん、で5番で多分26度とかですね。そうそう、うん、
って感じですね。でシャフトがモーダスシステム3125の S ですね、うん、125S、うん、で僕の場合だと、まあ、ヘッドスピードからすると X でもいいんだけども、はい、やっぱり僕の場合だと多分ね X とかだとなんか硬いなって思っちゃう、うん、多分それは何かというと多分握力とかの問題だと思う。握力があんまりないから、はいはい、だから結構しなるような感じで、そのまあ僕はどちらかというと結構リストを使うタイプなんで、要はハードスペックよりもその自分ちょっとロースペックの方が僕は好き。まあ動く系が好きですね。動く系が好きなんで、まあそんな感じで、ウェッジ、ウェッジ3本ですね。ウェッジ3本が525860っていう感じです。すみません、60が寝かせてるんですね。62度622、でアーティザン、そうアーティザンですね。で58は、まあ、ヤス君から永久レンタルしてる、これはねマジで永久レンタル状態のやつですねで、まあ、うん、ウェッジはヤス君のアーティザンを使い始めて、うん、アーティザンいいなって思って、ね、52と62を入れさせてもらって、うんうん、でまあちょっとシャフトはばらけてるかもしれないけど、これが、うん、まあ、モーダス 52がモーダス125ウェッジ、125ウェッジだね。で58が、まあ、そのままヤス君が使ってたのを指してるんですけど、58僕が使ってたやつがケーズツアーなんですよね。ちょっと消えちゃってるけど、ケーズツアーの X、 うん、 映らない島田ゴルフさんね、うん、島田ゴルフさん、うん、でもそんなになんか、うん、癖としては変わんないかな。なるほど。でまあ62度が、うん、まあ、ウェッジ12 58リシャフトしていいんじゃないですか。あの多分動きだいぶ違いますよ、うん、でもねなんか困ってない、打てちゃうちなみに、はい、ちょっとさっきアイアンで聞き忘れちゃったんですけど、アイアン5番で何ヤードぐらいですか。5番で200だね。7番で、まあ、165から170ぐらいかな。9番でじゃあ100、9番で150とかそれぐらいかな、150と、うん、なるほど。したらこのでも52で100、230打ちますよね。そうね、だから52も110から130打ち分ける、うん、あれ結構使うんです。52活躍しますよね、うん、そう使う。58は180から100ヤードぐらい、80から100、うん、でも95ヤードとかでも52を使う場合は上げてたりとか、スピンとか、そうスピンとかそういう上げてたりすると、95ヤードで58だと結構きつい、うん、はいはいはい、っていう感じだから、まあ確かにでも言っても結構まんべんなく使ってますよね、うん、そうね。でパターが、パターがまあオデッセイのトゥーロン、トゥーロンね、ラスベガス、ラスベガスで、まあこれはまあ一旦一瞬はなんか戻したんだけども、うん、スラントネックってやつですね、そう、うん、多分ね、そうショートスラント、はい、うん、でこのショートスラントがもうかなり好きで、はい、あ、そうなんだ。もうめっちゃ座りがいいっていうか、はいはい、構えた時に、はい、クランクとか、はい、クランクネックとかあるんですけど、はい、やっぱりなんかこう動かし方とか、はい、そういうものがな、まあ、感覚的にいいっていう感じ、はい、で、まあ、まあ多分フィッティングしたら多分、いやあなたはこのパターンの方が合ってますよって言われる可能性はあるんだけども、もともとオデッセイのこのトゥーロンじゃなくて普通の7番、はいはいはい、昔の7番を初代かな、はい、使ってて、角型、ね、はい、角型で、それが僕の中では一番入ってたらしいんですよ、はあはあ、周りのみんなから。僕はあんまりそういう感じはなかったんですけど、はあ、でもまあ結果として、うん、まあ、これが一番入ってるっていう形だったんで、またこのトゥーロンにしたっていう感じですね。なるほど、はい、これでじゃあこの中でドヤさんのこだわりの一本は何ですか、うんうん、こだわりの一本はやっぱドライバーかな、まあ、そうですよね、いやだと思います。いやドライバーじゃないって言われたら今どうしようかなって思いながら聞いたんですけどやっぱり、はい、このピンの G400 は僕中古で買ったんですよ、はいはいはい、中古で、まあ、とある理由でゴルフのクラブが一式なくなってしまったんですけど、はいはいはい、その時にその僕の知り合いに頼んで、はい、ちょっとゴルフパートナーであんまお金ないんで10万円で、はい、なんか一式っていうかドライバーフェアウェイウッド、うん、2本とアイアン一式揃えられないですかって言ったら、はい、あったんで、はい、でもそれが今もエースになってしまったとこのフェアウェイウッドもそうだし、本当にね、もうこれ多分永久に買えないんじゃないかレベルの。だからまあもちろん動画とかでは OB とかももちろんするんだけども、うん、いやでも相当ですよ。言ってもフェアウェイキープ率とか、まあ
その動画だとやっぱり攻めるっていう、信念でやってるんで、まあ、試合でも試合とかでは、多分これにして、ね、一発 OB 出てるか出てないかぐらい、まあ、でも本当打たない、そうだから痺れてるところでもやっぱドライバー打てるんで、まあ、このこれが結構、まあ、僕の命綱じゃないけど、そういう感じになってますかね。だからドライバーが、まあ、一番得意ってもう強気に言えるようになったかな。いやこれにまあ誰が見てもそうだと思いますよ。いろんなね他にもプロ出てもらってますけど、やっぱドヤさんのドライバーはやっぱみんなかなり認めていきますもんね。だから翼もそうだし、TG さんもそうだし、ドライバー の、 そのあれが欲しいって言ってくれるんで、やっぱねみんな匠くんも須藤くんもそうですしね、ずっと言ってましたよ。そう、だからまあ僕はもうこのドライバー、これがもうフェースが割れるまで使うと。なるほど。フェースが割れてもどれ誰かに同じユーパッパに同じモデル、そう同じモデルがストックある。いやでもそういうのありますからね、うん、なるほど。そうバックはアディダス、アディダス高則サイ、そう入ってんだ、入ってます ね、 はい、はい、ということで、まあ、皆さんね待ちに待ったかもしれないけど、まあ、あんまなんか割とシンプルな、割とシンプルなそうセッティングということで、ね、はい、ティーチングプロ斉高則プロ、はい、ドヤさんのクラブセッティングで出した飛ばし屋セッティングいかがでしたでしょうか、はい、まあ意外とねオーソドックスな、そうそうそう、中身だったっていうことで、皆さんもねまあまあ悩みすぎている方なんかはたまにはもうこういうね、もうほんとど真ん中みたいなセッティングに一回してみても、それでねもう自分の腕を磨けみたいな ね、 そうですね、そんな感じで思ってみてもいいんじゃないでしょうか、はい、ということで、腕磨いて道具が役に立つからなるほど、うん、確かにそれはでも実際ねそうそうそう、それもありますよね、うん、はい、ということで皆さんありがとうございました。はい、はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターやってますんで、ぜひフォローお願いしますってね、YouTube チャンネルドヤ顔ゴルフもねありますから、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。ライブいっぱいやってますからね、はい、はい、ということで次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。くしゃみが大です。ちょっと 空を見ると出ますよ。もう飛ばした。はい、ありがとうございました。